チュアス歌舞伎町です。最近ですね、初期に GoPro で撮った動画のあの編集がもう大変すぎて新しい動画全然撮れないんで、今日ちょっと撮ってます。なんかこう E プラスっぽいっていうか EV ならではの話をしたいなと思って、でおかわり充電ですよ。おかわり充電 E プラスになるとバッテリーの容量がすごい大きいんで、おかわり充電できるときはしたいなっていうのがすごい増えたんですよ。そのまあしたいなっていうシチュエーションがね、長崎に行ったあの高速道路の動画とか見てもらうと分かると思うんですけど、長崎に行って高速道路上でだとですね、もう1時間かけてでもおかわり充電した方が効率が良かったりする場面があるんですよ。例えば次のところに行ってここがもう空いてないと次に行きたいって言って行けない場合もあるんですね。バッテリーまあ 62kW あるんですけど、それをずっと走って 0% 近くまで走っちゃって、30分充電ですと 120km 分ぐらいしか充電できなかったりするんですよ。なんでそこで2回充電できれば 240km 走れますから、余裕がかなり生まれてくるんですよね。ただおかわり充電ですと次の人が来た時にどうすんだって話になりがちなんですよ。で僕は E プラスに限らず、まあ 24kW の時はおかわり充電するっていうことはもうほとんどなかったんですけど、バッテリー容量が少なかったんで1回充電してしまえばもう満タン。なので E プラスの場合でおかわり充電するときは、まあ僕はですね、2回目おかわりだったらもう開始何分後だろうがもうすぐどきます。まあ基本はそれでいいと思うんですよ。おかわり充電するなって言う人いるのかな。まあおかわり充電って言うともうそのままやめた方がいいよみたいなイメージが先行しちゃいますけど、後ろの人が全然来てない状態だったらおかわり充電しても僕は全然構わないとは思うんですよね。で後ろの人が来たらどくと、それなら問題ないでしょ。で問題はですよ、超高速充電器あるじゃないですか。二口ついてるやつをやっていて、おかわり充電してもいいのかどうかっていうのをちょっと考えたんですよ。で、超高速充電で二口ついてるものの場合は、事情が変わってくると思うんですよね。というのもですね、次に来た車が E プラスなのか、それとも普通の 24kW リーフなのか、または 40kW リーフなのか、で、各バッテリーの残量がどれぐらいになってるのかっていうのを見極めながらやることになると思うんですよ。まあ、今まで僕が先行して充電、超高速充電に入って、で次の人が来てっていうシチュエーションがなかったんで、でもいつか必ずそういうことになると思いますので、今のうちにも考えておこうかなと思ってます。そうなるとですね、 E プラスともといえども 60% か 70% のその E プラスの本体のですよ、バッテリーが溜まってくると充電の効率っていうのは落ちてくるんですよ。まあその60までいかなくても開始して10分ぐらいするとかなり落ちてくるん で、要はですね、バッテリーのその出力、総出力が200アンペアだと、200アンペアだと分かりにくいですね。90キロワット、出力って90キロワットアワーでいいんですか。時間あたりの出力って考えると90キロワットアワーでいいような気がしますね。まあすいません、よく分かんないんで90キロワットって言わせてください。90キロワットを2台で使って無駄なく相手方が要求しているワット数を全て与えることができるんだったら、超高速充電で2台やってる時に2回目充電しても相手に迷惑はかかんないんじゃないかなと思うわけですよ、と思います。実際やってみないと分かんないですけどね。まあ、例えば具体例なんですけど、僕が 50% まで充電してました。で次来たのがカラカラの E プラスだったらもうどきますよね、2回目で。なぜなら E プラスは単体で 70kW 余裕で使えるから。で僕がそこで 50kW ぐらいで充電できてれば、あーでも分かんないな、そうするとどうなるんだろう配分が。そうか、そう考えるとお前やってみないと分かんないですね。じゃあ次にですよ、僕が、まあ、充電していて今 30kW ぐらいで充電してるよってなると、超高速充電器の自体の最高出力が 90kW なんで、僕が 30kW 使ってれば 60kW 余りがあるじゃないですか。で入ってきたのが 40kW リーフだとすれば、 40kW リーフは何をどう頑張っても 50kW までしか入らないんで、僕はどく必要がないんですよ。僕がいようがいまいが、リーフは 40kW リーフは 50kW で充電できるからです、根拠は。
全然合ってるかどうか分かんないんですけど、なんかここはこうだみたいなのあったらもうぜひコメントいただければ前列しますんで。で同じように考えて、まあ僕がということは僕が 40kW ぐらいで2回目充電できていれば 24kW リーフ 40kW リーフが来てもそのまま継続してても相手に迷惑がかからないってことですよね。でちなみにですね、もうそこにおかわりでいること自体が邪魔だからおかわり充電はダメっていうのは議論になりませんので、でそれはなぜかというとですね、充電したいならそこの近くに車寄せてくれればこっち気づきますから。となると次のアンチ、まあアンチっていないですけど今のところ、次の反論はですね、いや運転している人が充電スポットを探していて、充電スポットを見つけた時に僕の車がそこに止まってれば、あじゃあ次行こうって思う、もうそれがコストだっていうふうにおっしゃる方いるかもしれないですけど、それはどうなんですかね。まず私の反論としては、第一に他に探しに行けるので行ける電力が残っているのであれば、まあ特には問題はないですよ。ないですよね。だって次のところに行けるんですもん。で次のところまで行くまでのバッテリーがないっていう人は僕がやってるところの隣に並ばざるを得ないですよね。でそうなれば僕が気づきますから大丈夫です。その日本の思いやりの気持ちっていうのはすごい大事でいいと思いますけど、こういうところまでいやそれは思いやりとか周りの人を考えろってなっちゃうとこれ行きづらいですから。で僕がこれなんでこんなこと言ってるかっていうと、例の価格コムですよ。価格コムでそういう議論があったんですよ。見たことがあるんです。後ろの人がいなければ2回目充電はしますかしませんかみたいなスレーが立ってたんですよね。でその時になんか途中から入ってきた人が、いや僕はその充電してる人の隣に並ぶのがちょっと恥ずかしいんで遠くの方で待ってるんですよ、だから2回目充電はできればしてほしくないですみたいなこと書いてあって、でその後のみんなの返答を覚えてないんですけど、いやでもそれってそれはその人が横に並ぶコストを転嫁してるだけの話なんじゃないかなって僕はまあ思うわけですよ。そうなんですよ。やべ叩かれるかな、アンチ生まれるかな、初の。まあそんな感じですよ。わかった、僕が何を言いたかったのか。ここまで話してやっと分かりましたよ。要はですね、超高速充電器の出力が 90kW であるということ、リーフは 70kW までそれを受け入れることができるということ、 40kW リーフ 24kW リーフは頑張っても 50kW までしか受け入れることができないということ、そこら辺を考えると超高速充電器を使っている場合においてはですね、24kW リーフの方、40kW のリーフの方、全然損しないっていうシチュエーションもあり得るっていうことを知っておいていただきたいということなんですよ。そういうことだ。というわけでありがとうございました。